はい、アート TV マッサーワールドマッサーアートチャンネルのマッサーアートです。はい、12月29日最後の週、まあ最後の日曜日最後の週、クリスチャンですので、まあ今日は妻と一緒に、まあ集っている教会の礼拝に参加し、まあ午後課題としている賛美、まあ6曲目となりますけど、選んだ曲が597番沖へ出でよ、ルカの福音書5章の4節、深みに乗り出し網を下ろして砂どれ、ルカの福音書5章の4節。なかなか久しぶりの賛美が多くて、歌いきりませんけど、この賛美、6曲目となりましたけど、この賛美も神様が豊かに尊く用いてください。唇と思いと心とを整えてください。初めにあたり賛美にあたり、この祈りを私たちの個人的な救い主主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。はい、じゃあいきます。聖歌の597番沖へ出でよ、ルカの福音書5章の4節、深みに、乗り出し網を下ろして砂どれ、ルカの福音書5章の4節、4分の4で普通で92ですね、4節まであります。はい、父なる神の御恵み、限りなき海ぞ、友綱を解きて沖へこぎ入れてみようや、沖へいでよ、岸を離れ、主の恵みのただ中へ、いざこぎいでよ、世の人は岸に立ちて遠きおば見るのみ、主の恵みの深さなどあえて知らんとせず、沖へいでよ、岸を離れ、主の恵みのただ中へ、いざこぎいでよ、あるものはわずかこぎて遠く乗り出さず、カエル波に飲まれたり、船ともろに沖へいでよ、岸を離れ、主の恵みのただ中へ、いざこぎいでよ、乗り出せ沖を指して、恵みの潮の背に流されて、すべてを主に任すまでは、沖へいでよ、岸を離れ、主の恵みのただ中へ、いざこぎいでよ。はい、聖歌の597番沖へいでよ、深みルカの福音書5章の7節、深みに乗り出し網を下ろして砂どれ、ルカの福音書5章の7節。ほとんど歌いきれないですね、まあ、恥ずかしいですけど、まあでも恥ずかしいですけど、はい、こんな感じです。天の神様イエス様、この賛美も神様豊かに用いてください。思いと唇を整えてください。この賛美の時を感謝して、私たちの個人的な救い主主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。